ほらほらほら。こういう、お前、かわいいな、さては。おい、待てよ。まあ、お前、急に待つなよ。戦う羽目になるじゃんか。ここか。あー、いやー、すげー立派な入り口だ。はあ、行きましょうか。なんだったっけ、七色に輝く枝を入手するためにここに来たんだよね。あ、目的を見失わないようにしないと。あ、いいですね、出店が出てる。あ、サーカスかな、これは。いや、これは立派な街ですね。ほら、神もびっくりしてるやん。神はどこ出身なんだろうな。かわいいセーニャ。お、なんかピンときた。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。レース場。ここで馬のレースが行われるのよ。競馬的なやつか。前にここに来た時、年に一度。あ、前来たことあるんや、ベロニカ。開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。へえ。詳しいな。馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大切だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。おちびちゃんはそれ禁句だよ。子供扱いしたらベロニカ怒っちゃうから。何よ、ノリが悪いわね。あんな奴はほっといてこの街を楽しみましょう。せやな、楽しむこともね、重要ですから、やっぱ冒険は。うん、長旅になるとね。あー、さて、楽しむ言うてもな、どこをどう楽しむかだな。こんにちは。ようこそ旅の方。ここはサマディ王国。馬のレースで有名な騎士の国だ。馬のレースは一般人も参加できるんだ。もし参加したかったら西側のレースハウスからレース場に行くんだなと。なるほど。いやいや、あなたは旅の方、馬レースの推しがすごいな。ぐいぐい来るやん。いや、そういうわけではないんだが。まあそう言わずに見てってください。もうじき年に一度のビッグレース、ファーリス杯が開催されると。ファーリス杯ね。サマディの王族は16歳になると馬のレースに出場するしきたりがあってね。今年はファーリス様が出場する年。同い年か。ああ、サマディ王国。サマディ建国以来最も優れた王子、そう呼ばれているファーリス王子様ならレースでもとっても早いんでしょうねと。信頼が厚いな。あ、なんか吹き出しが出てるわ。いやー、この王国には珍しいものがたくさんありますな。いくらお店を回っても飽きませんよ。え、珍しいものの中に大樹の枝というものはなかったかって。あ、そういえば、サマディの国宝、国宝になっちゃってる？それはちょっと面倒なことになってるな。そんなものがあると聞いたことがあります。王様に聞いてみればわかるかもですね。王様は中央の階段を登った先のお城の中におわしますよ。中央の階段中ことはここか。ドラクエあるあるだけど、ね、旅のものに、一国の王様が簡単に会っちゃダメなんだけどね。おっと、何を見ていらっしゃるんだ、お嬢さん。綺麗だな。こんにちは。旅芸人し、あ、シルビアはご存知です。あの仲間になります。ネタバレになっちゃうけど。あ、シルビアさんここだっけ？割とすぐなんだな。オッケーオッケー、シルビア了解です。まあ、オープニングムービーにもね、登場してるから、全然行って大丈夫でしょ。入っていいのかな？これより先はサマディ城だ。王族の方々がいらっしゃるだけでなく、王国の騎士たちの訓練場もある。うん、入るのは構わないんだ。
言うてイオリもユグノアの王子ですからね。対等ですよ、立場的には。そんななんか、ね、王家の一族って言われても全然なんか負けてないですから。全然ビビってないですから、うちのイオリは。マジで。ただ、城の中でかいな。デルカダールと同じかそれ以上じゃない？すごいな。この上に王様がいそうだな。あ、王様。何か春秋してるぞ。本日は絶好の好天となりまして、ファレス杯という我が王子の16歳の誕生日。あ、なんかスピーチの練習かなんかしてんだ。レースにふさわしい。いや違うな、こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。なんだそなたたちは。今は客の相手をしている暇などない。出直して。ん、出直して。父上、ただいま訓練から戻りました。これが王子か。ファーリス杯だからファーリス王子か。端正な顔立ちをしていらっしゃるな。貴さる者。ん？信念を決して負けず、国に忠誠。うえ、かっこいい。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても正々堂々と立ち向かう。すごい騎士道がもう身に染みて、もう体中でもう体現してるんやね。はあ。よろしい。王様もうちょっと鍛えた方がよくね。お前は忘れてねえか、王様。ん？ファーリスよ。あ、やっぱファーリスや。ファーリス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。馬に乗って走るんでしょ。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。これにて。ん？うん。憧れちゃうな、かっこいい。 あなたは。え、知ってる？イオリのこと。悪魔の子です、うん、おい、ジロジロ見んなよ、お前。金取るぞ、お前。ただじゃねえんだぞ、こっちは。旅の方、お名前は？見せもんじゃねえんだぞ、こっちは、うん、イオリです。何用で我がサマディを訪れたのです？悪魔の子です。枝をもらいに来ました。うん、国宝だからそんな簡単にはいかないと思いますけど。国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか。虹色の枝、それや、間違いない。僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。王子の部屋。お待ちしています。王子が協力してくれるのかな。王様ブツブツ鍛えてないな。絶対また練習してるんや。これが王妃様か。綺麗な方だ。ごきげんよう、旅人さん。私たち自慢のファーリス、なんて素敵な子だと思いませんか。いや、憧れちゃいました。一瞬で虜です。うふふ、当然ですわ。なんせ私たちが大事に育て上げたたった一人の息子ですもの。ファーリスったら一時も怠らず鍛錬を積んで、なんて偉い子なのかしら。これはちょっと溺愛してますね。そのファーリス王子に来るように言われたので、ちょっと部屋に行きましょうか。
階段を降りて左って言ってたよね。左だからこっちか。ここか。ん？大変。何かあるのか。こんにちは。あ、いた。イオリです。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。ジロジロ見んなよそんな。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。馬の扱い、顔でわかる人顔でその人の力量がわかるタイプの人か。うん、君たち虹色の枝を求めて来たんだっけ。うん、残念だけどあれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。いや、まあ普通考えたらそうだよね。だけど僕が父上に掛け合えばきっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。何か交換条件が僕の頼みを聞いてあるわけか。いや、なんか面倒いことになりそうな予感がしますが、なんだ。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい。サーカス一座、あ、なんかちらっと街に入った時ムービーで流れたよね。あそこか。まあいいでしょう。よし、決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。OK、 夜になったら行くんだ。ということは夜にしないとダメなんだな。宿屋に行かないとダメっていうことか。こんにちは。え、王子様とサーカス。いや、めっちゃ筒抜けやん大丈夫か。へえ、それは良かったですね。となると王子は夜にお城を。おっと、何でもありません。有名な旅芸人も来てるそうですし、サーカス楽しんでくださいね。おっと、おっと、猫ちゃんか、これは。かわいいぜ。いいな、城の中、おっと、どうした？鍛錬してるのか。こんなところで。俺たちの鬼指導教官。あのデルカダール将軍。グレイグの舞台に勝とうだなんて無茶言うんですよ。こんな過酷な訓練をしていたらグレイグ将軍の舞台どころかその前に訓練で死んじゃいますよ。嫌な名前を見ちまったな。グレイグ将軍。おっと、めっちゃ猫いるやん。いや、かわいいぜ。餌あげてるんですか。このお城はなぜだか猫が多いの。騎士の人ってあんまり手がかからないから私猫の相手ばっかりしてるのよ。餌あげてるんや。いいな。宿屋。これで、夜まで休めばいいんじゃない？よし、これで夜になったので。これであのサーカスのところに行くといるんじゃない？ファーリス。ファーリス。やば、懐かしいな、その被ってるやつ。俺もデルカダールでやったよ。いや、来たな。約束通りサーカス見ながら例の話の続きをしようじゃないか。テントに入る準備はいいか？いいぜ。よし、いい返事だ。もうサーカスは始まっているようだし、早速中に入ろうじゃないか。人がいるところで話して逆に大丈夫なんだろうか。自分の部屋の方が安心な気もするけどな。ベロニカ。あ、サーカス始まるんじゃない？お次は世界を飛び回っては訪れた街を魅了して去っていく。
謎の旅芸人の登場だ。ルーロー、どうした、巻き舌がすごいぞ。ご覧あれ、この人好きだな。あっ、これがシルビアですね。ジャグリング的なものかな。お、すごい、全然見えなかったぞ。あのナイフは偽物やな、本物であんなんできるわけないっすよ。え、炎を吐いていく人間じゃねえな、ドラゴンかなんかか。大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。あ、もう終わり。いや、大したことね。イオリさんもっとできますけどね。ディアボロ中、中国ゴマ、イオリさんできますけど。なんならもうそこ出てやりましょうか。もうあれぐらいで喜んでるって、なんか観客のレベルも知れてるね。ファーリスめっちゃ見てたやん。かわいいな。食い入るように見てたぞ。これから言うことは、口外しないでくれよ。ああ、人に言っちゃダメなんだ。あ、まだ続きやってるやん。今度、騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。それはなんか街で聞いたね。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。問題があって、実は僕、生まれてこの方、馬に乗って走ったことがないんだ。情けない声出すなお前。え、でも鍛錬を怠ったことないんじゃないの。当然なんかね、騎士道の中に馬のその乗馬みたいなのは必須条件になってくると思うので、おかしいですね。え、ほらみんな引いてるやん。これまでは部下の協力もあって、父上や国民たちを欺くことができたが、いやー、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。へっぽこなんやなお前な。そっか、逆に部下の協力でここまでやってこれたっていうことは、部下からのリークがないっていうことなので、めちゃくちゃ優秀な部下なのでは。だけど今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース、出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。まあ逃げられないというわけか。そんな時、君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。影武者、主人公がいけるなら神もいけそうだけどな。影武者って言ったってレースに出たら一目でバレるだろ、うん、どうやってごまかすんだ。なんかかぶりみょん、かぶりみょんみたいなこと言っちゃったけど、あいみょんみたいなこと言っちゃったけど、かぶりもんしてるからいけるんじゃない。かぶりみょん、あいみょん。心配ない、王族は身の安全を優先させるため鎧と兜を身につける。あー、なるほど。絶対にバレっこないさ。外から見てバレるっていうことはないんだ。なるほどね。頼む、一生のお願いだ。僕の代わりに僕の振りをして一生のお願いレースに出場してくれ、頼む。必死さはすごい伝わってくるけどな。何それ。あ、ベロニカ言ってやれ、ずるっこじゃんね。せやな。いや、でもそうなると枝の方が問題になってくるな。うーん、あれ、そんなこと、ほらほら。虹色の枝。なんて卑怯な王子なんだ。虹色の枝は欲しいですよ、そりゃ。うわ、最低。
これ出されたら言い返せないよな。セーニャどう思う？なんとでも言うがいい。セーニャ手段を選んでる場合じゃないんだ。さあ、まあファーリスも必死なんやな。してくれるよね、自分の面目を保つために。まあ断ろうかな。ごめん、ね、拍手がうるさくて聞こえなかったよ。もうシルビア、もう大技やめろお前。してくれるよ、ね、拍手がうるさいぞ。まあ応募ね、出場しましょう、仕方ない。よかった、そう言ってくれると思ったよ。うん、レースが無事に終わったら虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束する。馬のレースに出るっていうことか。今日は君たちのために宿を取ったから、そこで泊まってくといい。明日になったらレースハウスにある王族控室に来てくれ。そんなすんなり入れるのか、王族控室に。レースハウスの入り口は城下町の西側だ。城下町の西、迷わないよう気をつけるんだぞ。それじゃ僕はこの辺で失礼するよ。調子いいな。あ、盛り上がってる。お、なんかシルビアはこの時点で何かしら感づいたのかな。そして夜が明けた。うん、昨夜はサーカスを見られたようですね。さぞお楽しみいただけたことでしょう。さて、いよいよファーリス杯が開催されます。城下町もますます賑わってますよ。え、レースハウスの王族控え室ならパドックの西にある建物の立派な部屋です。なるほど、まあ、行けということか。いやー、ちょっと乗り気じゃないけどな。パドックの西いうことはあそこか。みんなちょっとどう思います？セーニャ、なんだかこの国の誰もが楽しそう。いよいよ始まるファーリス杯を前にして、サマディ全体が期待に満ちているようです。先日の王子様のお話ですと、レースに出場するにはパドックの西にある、あ、これは行き先を教えてくれているんだね。え、負け、教会でセーブしといた方がいいのか。そんななんか積む要素とかなさそうだけどな。ちょっと待って、ベロニカめっちゃ怒ってるやん。ベロニカ、たく何よ、あの猫かぶり王子。虹色の枝が欲しいならレースに出ろだなんて思い出すだけで腹が立つわ。とはいえ勝負となれば話は別よ。あんたしっかりレース場で練習して。練習できるの？ファーリス杯とやらで優勝しなさい。はい、かん、お前が出ればいいんじゃないか。やれやれ、あの王子には拍子抜けしたな。虹色の枝を手に入れるためとはいえ厄介な頼みを引き受けちまったもんだ。しかしシルビアって旅芸人すごかったぜ。こんなことになっちまったが、ただで鑑賞できたのラッキーだった。すごい技だったんだな。じゃあちょっとパドックに向かいましょうか。こっちが、お、どうした？ベロニカと争ってた感じ思い出すな。あ、なんだ、誰が勝つかちょっと言い争いしてんだな。金かけてないでしょうね、あんた。あんたたち。あ、金かけるもんなのかな？パドック、ここかな？パドック入り口。王族、あ、ここっぽいな。ファーリス王子様だったら、ここの王族専用の控え室にいらっしゃるぞ。入っても良いが、入ってもいいんだ。警備薄いな。失礼します。王子はいる？あ、いたいたいた。隠れてるやん、もう、早くも。王子。あ、よかった。イオリさんじゃないか。来てくれなかったら。まあ、来てくれないっていう可能性もね、ゼロじゃないからドキドキでしたでしょうね、ファーリス王子は。そんな急にフラッと現れた旅、ね、旅の人を信用するファーリス王子もなんか可愛いな。
感謝するよと。さて、間もなくファーリス杯が始まる。僕に代わりレースがどういうものなのか分かってないんだけど、約束通り虹色の枝の剣を父上に掛け合うよ。準備はいつでも OK だ。よし、さすが僕が見込んだ男だ。ではまずサマディ王族の鎧と兜を身につけてもらうぞ。なに、心配ない。君の格好なら、背格好なら僕とそっくりになるはずだ。カミュでもいける気がするんだけどな。イオリは王子から受け取ったサマディ王族の鎧と兜を身につけた。お、いいね。お、バッチリ似合ってるじゃないか。これならまさか別人だとは誰も思わないだろ。喋らないようにしないとダメだな。さて、そろそろファーリス杯が始まるぞ。いいか、部屋の外に馬が用意されているから、その馬に乗ってパドックに出るんだ。そのまま奥に進めばレース場に着くぞ。すぐ始まるんだ。レースが終わった後は城の地下にあるレース場へと続く通路で待ち合わせをしよう。あそこでまた入れ替わると完璧です ね。さあ、君はもうサマディの王子だからな。くれぐれもレースを頼んだぞ。王子にふさわしい走りを期待しているからな。どの口が言うとんやん。どう？いやー、これは確かに誰だかわかんないもんね。部下でいなかったのかな、代わりしてくれる人。あ、馬が用意されてる。これに乗れっていうことか。いやいや、ファーリス早いな。状況を飲み込む能力が長けてるな、この人。ファーリス王子様、ご準備が整ったようですね。整っちゃった？これに乗っていくんや。おっと乗り方が王子でしたね、今。主人公もやる気やな。パドックへと、奥へ進む。おっと。ダッシュもできるのか。これこのまま外に出れたりしないの？ね。おっとそれはさすがにダメか。あ、パドックってこっちか。行ってらっしゃいませ。もう行くしかないんだ。行ってらっしゃいませ。王子様、頑張ってください。え？ここで会ってんでしょ？お、いいね。ダッシュ。なるほど。オッケーオッケー。だいたいもう操作性は抜群なのは分かった。この先で会ってる？レース場ってなってるから合ってるか。よし、行くぜ。おっと、あ、本当に始まるんや。いつでもいいぜ。あ、練習の成果。本日はお日柄もよく。はい、という我が王子の、あ、もうそれどころじゃないんだ。歓声によってかき消されちゃうんだ。いや、みんなの王子がやってきますよ。いや、手でも振っといた方がいいぞ、イオリ。ファーリス様って言われてるから、イオリちょっと起点聞くかな。かっこいいよ。で、中身わかんないでしょ。手振っとけ。ベロニカかわいいな。見てますね。すごい歓声じゃない。さすがは騎士の国の王子様ね。おっと、これはシルビアかな。いや、どうしたお前それ。後ろのどうしたお前。